ベルゼンブリュックはドイツ連邦共和国にイダーザク先週、オスナブリュック軍北部のダムトゲマインでベルゼンブリュックを構成する市で、その本部所在地である。ベルゼンブリュックはアンクムコーチとダンバーサンとの間、ハーゼ川沿いに位置している。本市はアーハウゼンジッター、ボーケル、ハストルプ、ヘルトマンローベック、プリンゲンハーゲン、タルゲ、ボルトルプベーベルゲンの各地区からなる。 ベルゼンブリュック市は、北はノルトルプ及びバートベルゲン、東はゲールで、南はリーステ及びアルフハウゼン、西はアンクムと境を接している。北海からの湿った北西風の影響を受ける温帯海洋性気候である。ベルゼンブリュックの年間平均気温は8.5摂取9.0度、年間降水量は約700ミリメートルである。5月から8月までの間に、 平均20から25日の夏日がある。この集落の最初の記録は1221年になされているが、周辺の集落が1000年頃にすでに存在していることから、入植がなされたのは記録よりもかなり古いと推測されている。オットー・フォン・ラーベンスベルクは1231年に死闘会女子修道院を創設した。それは、テックレンブルクとのフェーデの際に、 この場所で忌まわしい行為を行ったためとされているが、実際には武力外交上の理由が修道院設立の決定的な理由であったと思われる。この女子修道院は1231年から1787年まで存在した。修道院の要望に応えるために、現在のベルゼンブリュック市が同時に建設された。修道会が奨励するにし、農民たちは 修道院から数百メートル離れた場所に定住した。最初の数件だけは修道院の門前に建てられた。廃止され空き家となった修道院の建物はやがて行政機関や司法機関が利用した。現在この集落で暮らす家族の多くはすでに15世紀の公文書にその名が記載されている。1885年から1972年までベルゼンブリュックは 同盟の軍の行政機関所在地であった。この軍は、地域、行政改革によって1972年7月1日に廃止され、ビットラーゲ軍、メレ軍、オスナブリュック軍と合併して、新たなオスナブリュック軍が成立した。ベルゼンブリュックは1956年から、死となっている。ザムトゲマインでベルゼンブリュックは1972年に、 成立した行政共同体で、アルフハウゼン、アンクム、ベルゼンブリュック、エクアーミューレン、ゲールデ、ケッテンカンプ、リーステで構成されている。1972年7月1日に、アーハウゼン・ジッターとタルゲが、本市に合併した。ベルゼンブリュックの古い地名としては、1221年、バーシンブラが、1231年、バーセンダが、1301年、 バーセンボラック時1723年ベアーソンブルックがある。この地名は基礎語として BRCK を含んでいる。前半部の規定語は川の名前バーシーナ、バーシーナに設備時の N がついたものである。川の名前の由来となったベアーズは早いという意味である。この川は後にヘースという名称になった。これはオスナブルックが本来は オスナ川に架かる橋という意味であったのと同じ構造である。ベルゼンブリュックの住民は主にローマイコールカトリック信者である。旧ソビエト連邦からの移民が定住することでプロテスタント信者が増加している。だが前日の通りカトリック教会がベルゼンブリュック最大のキリスト教組織である。この町にはローマイコールカトリック教会、福音主義教会、 バプテスト協会の組織がある。以下の表は、各年の12月31日時点での、超域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計、及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は、 1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。ベルゼンブリュックの市議会は21議席からなる。本市の市長はクリスティアン・クリュッチュである。本市の紋章は赤字に銀色で修道院の門とその下に石橋が描かれている。修道院領は修道院廃止後ハノーハー修道院長に引き継がれた。この役所は 現在も最大の土地所有者の一つである。オスナブリュック軍立博物館が入居する修道院の旧食堂修道院の古い食堂にオスナブリュック軍立博物館が入居している。この博物館は1924年に軍長ヘルマン・ローテルトによって設立された。展示物は主に歴史的文物であり、簡素な地域住民の生活を物語るものである。 定期的に現代芸術作品の展示もなされている。ハーゼ川沿いに文化センター、クラバートがある。この施設は公益協会によって設立され2000年に開館した。この公益協会はアートラント芸術協会の後継組織として設立され1997年に水車内に初めて美術展示室を設けた。この協会には芸術、 創作学校が併設されており、敷地外にアトリエを有している。ベルゼンブリュック修道院の入り口ベルゼンブリュックの象徴的建造物は、1700年に女子修道院長ニーフェンハイムによって建設された旧、市東会女子修道院のマルクト広場に向いた、ローモン付きの修道院入り口である。1787年に修道院が廃止された後も、 ポルトハウスの北翼に、主営や夜景の住居が残された。1817年にアムトウェルゼンブリュックが成立した後、2階は、牢獄とされた。後に住居となった南翼は、長い間教会の倉庫及び酒場として利用された。この門の上に掲げられた、ニーフェンハイム・ベッツェラーのバロック様式の紋章は、唯一現存する修道院時代の紋章である。 名文には、以下のようにある、神に栄光を、修道会に装いを、後世の人々のためにこの門を建立する、ベルゼンブリュック女子修道院長、マリアカタリナ・ホン・ニーフェンハイム、1700年10月14日、聖ヴィンセンティウス教会級修道院敷地内に、ローマイコールカトリックの教区教会である聖、ヴィンセンティウス教会がある。この教会は12世紀、ロマネスク様式から、 ゴシック様式への移行期に建設された。1231年に、オットーニ世イ、フォン・ラーベンスベルクによって創設された。旧修道院は、そのすぐ隣にあり、現在は、区裁判所と、軍立博物館が入居している。軍立博物館は1924年に、当時の軍長ヘルマン・ローテルトによって設立された。視聴者のフランツ・ヘッカーホールは、エルンテ・テツインマーともに、 文化的な見どころの一つとなっている。ナイトウォッチツアーも見応えがある。ハーゼエンゼルからメッペンまで約 100km のハーゼとある芸術ルートがスタートする。ルート沿いの最初の芸術作品は2005年にマンディール ETX により制作されたサガン像恋のオートロンとその王妃である。この作者はハーゼ水車の近くにある文化センター。 クラバットの彫刻家グループの一人である。このグループのメンバー4人は2006年にプログラム的なタイトルフェアファルを持つ木彫作品を制作した。鑑賞者は年月とともに防腐剤処理をしていない木造が朽ちていく様子を観察することができる。修道院施設のすぐ裏でハーゼ川の包みは人為的に分断されている。ハーゼ川とガーゼ運河に囲まれた市の森。 ヘムケには漁業学習路がある。ベルゼンブリュックの北部には森林があり、その北部にはかつての修道院の養魚池がある。この森は今も堀と土類で判別できる。この南に位置するブラハラントは女子修道院長ヘドビヒカタリーナフォンハーネがその院長時代に植林した森である。この森はヘドビヒスフロイであるいはヘドビヒスルストとも呼ばれた。 現在はこの二つの森全体が死の森、フロイデと呼ばれている。ベルゼンブリュックの修道院庭園では1994年から毎年7月から8月にドイツ最大級のレゲエフェスティバルが開催される。このレゲエジャムはベルゼンブリュックの年中行事に一定の広がりを占めるに至った。タルゲ地区では夏に国際ミニフィールドサッカー大会を含む2日間の フェスティバルが開催される。タルゲオープンエアは毎年7月の第2週末に FC タルゲの主催で開催される。ベヒゼルでは2年に一度自動車展示を伴うカルトフェルマルクトが開催される。地元の生産者はここで作物を販売し様々なクラブ、グループあるいは工業シラがマーケットを盛り上げる。12月の第1週末には修道院庭園で クリスマスマーケットが開かれる。春の境界祭は5月の第2日曜日に開催される。ベルゼンブリュックは連邦道 B214 号線及び B68 号線沿いに位置している。近くを通る連邦アウトバーン A1 号線へはホルドルフインターチェンジ及びノエンキルヒエンフェルデンインターチェンジを利用する。2004年12月に B68 号線のバイパス道路が開通した。これにより、市中心部の交通量は明らかに軽減した。ベルゼンブリュックを観光街道、アルトラントイコールルートが通っている。鉄道オルデンブルクオスナブリュック線のベルゼンブリュック駅には、レギオナルエクスプレス r e 十八が1時間ごとに発着しており、これにより、ドイツ鉄道の広域鉄道網に接続している。 鉄道交通はノルトベストバーンによって運営されている。この路線からベルゼンブリュックアンクム線が分岐しているが、この路線は1962年以降貨物、列車のみが運行している。ベルゼンブリュックには多くの中小企業が存在する。そのいくつかは全国的に知られる会社である。ベルゼンブリュックはベルゼンブリュック区裁判所の所在地である。市庁舎内には ザムトゲマインでの行政機関と市の行政機関が入居している。この他に本市に存在する公共機関としては保健所、獣医局、軍道管理局、オスナブリュック軍北部を管轄する火災技術センター、連邦労働局の事務所である労働局がある。ベルゼンブリュックには幼稚園が5園ある。このうち1園は言語治療幼稚園、1園は インテグレーション幼稚園、一園が、障害児のための幼稚園である。基礎家庭学校一校、上級学校一校、ギムナジウム一校、オスナブリュック軍立職業訓練学校一校がある。軍立音楽学校もベルゼンブリュックにある。この他に障害者のための教育、訓練施設として、パウルモアシューレがある。この学校は教育者、パウルモアにちなんで名付けられた。 オスナブリュック市民大学は様々なテーマに関する定期的なコースを提供している。メディアフォーラムはオスナブリュック軍とザムドゲマインデベルゼンブリュックとの共同プロジェクトに由来する。このフォーラムはギムナジウムと職業訓練学校との接続旨にある。訪問者はインターネットカフェ、図書館、ビデオ視聴室が利用できる。図書館は ギムナジウム及び職業訓練学校の学校図書館と私立図書館から構成されている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。